歯周ポケットが数ミリとかこう長くなってくるとちゃんと気合い入れて歯磨きしようねってまあ注意されますね。厚みの意識、厚みってすごく大事。さあいきなりですね、目の前になんかねよく聞くこの格言みたいなのがあるんですけども、この目は口ほどに物を言う、あれ唐突に今回絵の話じゃないのかなと。いえいえ違うんです。まあまあちょっと聞いてほしいのが、まあ、こういう言葉あるじゃないですか。はい、目ね、ちょっと目怒ってんなとか、なんか楽しそうだなとか、まあ、口ほどに物を言うと。はい、でね、一方絵の世界において私考えてることがあるんです。それはこちらドーンということで、あんまその語呂のいい言葉じゃないんですけど、まあ口は目ほどの力があると。はい、でまあそう、今回のテーマは口です。これもまあリクエストいただいた内容になるんですけど、はい、でまあ口言うてもなかなかねこうだよって難しいので、まあ普段私が気をつけてるポイントぐらいをねつらつらつらっとお話できたらなと思ってます。はい、でね、そう、口ってマジでこう目と同じぐらいの力、威力持ってると思ってるんですよ。で絵描き始めの時って目すごい頑張るじゃないですか。頑張る、自分もそう、めちゃめちゃ頑張る。で目描き終わったらあと大体適当になっちゃう。まあ次髪の毛ぐらいかなみたいな。あのね、口ってむちゃくちゃ大事、あのほんと目と同じぐらい大事なんですよ、表現として。なので、あーこれすげえいいテーマだと思って今回やります。口は目の同じぐらい力がある、やっていきましょう。ということでパパッとまたね、最近このパターン多いんですけど、あのピックアップってことでだいたいこんなこと話すよっていうのをね持ってきました。でまずファーストステップね、はじめこれね、多分自分の動画の本当にもう第1回とか第2回くらいの時に話したやつなんですが、まずちょっとね口の位置の話で、まあ簡単な構造あって、こっからねあのコツみたいなやつがいくつかあります、ずらーっとね。はい、で文字だけ見ても何のこっちゃってなると思うんで、まあこういうコツっぽいポイント的なやつをどん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 言って、で最後ね、まあ改めて何パーとか後の動画になるんですけども、大きく書く練習をしようと。はい、そういったことになります。ということで早速ね1番から順番にやっていきましょう。まずこんなんね出ます。左の方はね、前回の髪の毛の話でも大活躍していただいたね、あのウェイビーちゃん、ウェイビーちゃんって言うんですけども、はい、多分二度とねもう出てこないと思うんですけど、ウェイビーちゃん、はい、即席にしても名前下手すぎやなということでやっていきます。はい、で口の位置改めてね、よく言われるのがこう鼻と鼻の下と顎つないだとこ、まあ3分割ぐらいする、上半分に来るといいよとみたいなこと言われるんですが、まあちょっともうちょっとこれ下にありますね。上3分の1ってね、なんかね若干上すぎないって最近思ってですね、よく言われるんですけど、もうちょっと下でええんちゃうかなと。実際の人間も意外ともうちょい下だったりすることもあるんで、あのこれねあれです、この鼻のこのなんだろう、ここの長さとかね顎の長さとかでも結局比率って変わるんですよ。でイラスト的に考えると真ん中もしくは真ん中ちょい上ぐらいがいいかなと思ってます最近。でこの辺りはまあ知った上で皆さん判断していただければと。正直真ん中か真ん中ちょっと上ぐらいがバランスいいんじゃないかなと思ってます。一応一般的には上3分の1と言われますですね。でまあ当然それがベースなんですけども、まあ煽ると俯瞰でイラストはやっぱり2次元誇張するので、リアルイラスト以外はね、リアルイラストはちゃんとあの位置合わせてね、煽りはまあ結構思ったより上目につけるといいですね。俯瞰はまあ思ったより下につける。そうすることで俯瞰っぽさ出やすいし、煽りっぽさが出やすいというのがあります。はい、口の位置ね変わるだけでだいぶ違うんで、
こういう煽りの絵でも口がちょっと下の方につくとね、煽りっぽさってちょっと減るんですよ。はい、というのがあります。まずこれが前提ですね。で、続きまして、ちょっとこの3番の話も先にしたくなるんですが、まあまあちょっと基礎知識編みたいな感じで、まあ、少しだけ2番ちょっと小難しいんですがやっていきましょう。はい、簡単な構造の話あります。まあなんだろう、書き方のちょっとテンプレみたいなものなんですが、まあこれ知ってればとりあえずキャラぐらいなら書けるでしょうと。はい、先にこっちの話をしよう。まあ、これはさすがにどうでもいいですね。これは私ね、言うて定期的に歯医者さん行って歯のメンテナンスしてるんで、まあ歯よく見てるんですけど、それで。で、まあ歯ってこんな感じね。だいたい上の面があって、こんな感じで。で、こういうの。で、どうせこう、歯茎がこう入って。で、これ歯周ポケットね。歯周ポケットが数ミリとかこう長くなってくるとちょっとやばいよと。ちゃんと気合い入れて歯磨きしようねって、まあ注意されますね。歯周ポケット。はい。ね、きっとこう、こんな感じでこう、これちょっと詳しくないんですけど、まあ歯が入っててと。こんな感じで。で、歯もまあこんな感じになってて。なんですが、まあ、奥歯はこうですね。前歯とかは逆に厚みがほとんどないので、こんな感じになります。結構どうでもいい話なんですが、一応前歯と奥歯でね、まあポイントとしてこの厚み違うよねと。で、歯周ポケット。はい。はい。で、次。まあこれ前提で言うならばですね、まあ、なかなかイラストでこれ描くことも少ないんですが、劇画調の絵とかリアルテイストならあるかもしれない。歯の流れなんですが、厚みの話があるので、これ上の歯。前歯があって、これ前歯じゃないですか。で、歯茎あって。で、する場合に、このね、厚みの意識。やっぱその絵描くときに、厚みってすごく大事だよって話、自分よくしてると思うんですね。こういうことなんです。厚みを理解してると、はい、こういう風にですね、うまいことね、惑わされずちゃんとつなげていけると。こういう前歯の方は厚みがほとんどない、奥歯に行くと厚みがまあ出てくるみたいな、こんな感じになります。まあ、左右ね、両方、上下も一緒。はい、これ結構知っとくと面白いかもしんないけど、なかなか実用的に絵で使うときはない。まあ人によるかな、テイストによると思います、本当に。ただまあ勉強のためにもね、こういう厚みの流れっていうのを知っとくと面白いかなと思います。で、もう一つ。はい。歯っていうのはこう歯茎があって円環状になってる。こういう風にまあなんだろう、まあひずめみたいな形のね、はい、ものがこうあって、歯茎、いわゆる歯茎ですね。で、円環状というか、こんな感じ。上下あって、こう。で、よいしょ。そっから、上のこの歯が生えてるということになります。こう歯がこう生えてると。で、奥歯はこう、厚みがあって、こんな感じで。で、前歯に行くと、こう厚みがなくなっていって、という、そういう感じになりますね。はい。それを、まあ、つなぐだけみたいな。いやー簡単。で、ここにこう、ちょっとなんだろう、空洞ではないんですけど、歯茎ってこういう風になってますね。こう、ぐわーっと、ぐわーっていうなんかホールがあるみたい。まあ、ここ、下の歯の場合は、下がここに、もう下、どうしようこれ。下、下とかもう、どっちの下かわからんっていう感じなんですが、ベロっていうか、ベロ。で、ベロはここにこう、収納されますね。で、上も同じように、こう、まあ、円環、あ、ひずめ状のものがあって、で、歯生えて、で、こう、空洞になってる。で、まあ、口の場合は、見るのも触るのもすごく簡単なので、まあ、家とか鏡見ながら触ったり、見たりすれば、なんとなくこのイメージは湧くと思います。これ前提条件。まあ、入れ歯みたいなのを想像すればいいと思います。はい。ということで、まあ、ここまでの理解を、していただいて、改めて戻ります。はい、ということで正面ですね。で、円環状にこう歯が生えると、はい、ビョーンって、で、こう、まあ、下の上の歯って
あんまり見えないんですよね。で、だいたいこの上唇とこの下唇の境界あるじゃないですか。まあ、このラインぐらいに、あれが来ます。あれ。刺して。みんな、あれ刺して。これ。これ。これが、だいたいこれ、専門用語ね、あるんですけど、私、口のスペシャリストじゃないんで、専門用語わかんない。まあ、口蓋水でしたっけ？はい。でしたっけ？とか言うけど、昨日調べたんですよ。で、今日になって、あやふやになってるっていうだけなんですけど、まあ、あれがあると。はい。あんまストレートで言うと、怒られそうな名前なんで言わない。でね、まあ、ここであって、まだ上の歯も来るんですが、上の歯って、あんま見えないですね。基本的に人は、口を開くときに、まあ、下顎の方がくって動く。上の顎とか上の口ってそんな動かないですね。うん。基本的に顎動く。上の歯に見えるのは多分唇がちょっとこう動いてる時みたいな時ですね。なので、まあ下は思いっきりこう重くそ見えやすい。です。上はまあ奥歯こう見えるけど、まあ上の方に行くと隠れちゃうと。で、これはさっき言ったある空洞あって、こいつがあって。こんな感じで円管があって、こういうイメージです、口は。はい。で、まあ、斜めから見ると、こんな感じですね。上唇と、下唇があって。はい、今回もね、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい、等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。